はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ウエスト金泉です。ウエストの松田です。ウエスト加藤です。さあ、はい、本日は、まあ、毎年恒例となっております、はい、ついに来ましたね、はい、こちらをご紹介するために、はい、我々久しぶりに集まったと。あ、そうですね、久しぶりに3人揃って出るの久しぶりですか、はい、うん、そうですね、だいぶ久しぶりじゃないですか。もう半年とかそんぐらい、うん、アウトドアエキスポのお知らせぐらいかな。あ、そうですね。そんなことをしてる間にね、新潟の方はもう雪のね、タイルも冬ですよ。冬ですよ。寒いですけども、毎日天気悪い。はい、この12月1日からですね、はい、始まるウエストのウィンターフェアについてご紹介していこうと思います。はい、はい、こちら、今全画面で表示されている画像ですけども、はい、ウエストウィンターフェアということで、うん、まずこう期間が12月1日の金曜日から12月25日月曜日までとなっております。クリスマスまで。そうですね、毎年クリスマス前にやめてた気がしますけど、うん、そうです、今年はね、クリスマスかかってるんですね、うん、ちょっと日にちの巡りとかも鑑みまして、今年はちょっと1週間後ろ倒しにね、ということで12月スタートの、まあ、クリスマス終わりと。じゃあ今年はクリスマスのもう滑り込みプレゼント需要が、そうです、もちろんです、変えるというんです、もちろん、はい、ありがたいですねこれ。そうですね、それに合わせてちょっとね、日程の方も変えさせていただきました。はい、はい、そしてこの期間ウエスト各店はですね、定休日なしとなっております。通常ですと火曜日がですね定休日ということでいただいておりますけども、はい、この期間は休まず営業をさせていただきます。はい、はい、なおウエストカフェの長岡店、上越店は火曜日定休となりますので、はい、何卒ご了承ください。カフェだけお休みです。はい、まあ、このフェア期間ですけども、なんといっても、まあ、一番のね、うん、トピックスですけども、ここにね今 10% 還元と出ておりますけども、はい、このウエストクラブ、ウエストの店頭会員の皆様のポイントカードをお持ちの皆様向けに、税込み1万1000円のお買い上げごとに1000円分のギフト券をこの期間申請しております。はい、お得です。1万円買うごとに1000円ですからね、はい、結構大きいですよこれは。通常ですと 4% の、ね、還元率となっているところなんですけども、この期間ですね倍以上のこの 10% 還元ということでやらせていただいております。はい、ね、まだ冬物いいもの残ってますからね、うん、そうですね、まあ、正直この時期ジャケットとか買うと平均まあ3万ちょっと超えてくるじゃないですか。そう、アウターはね結構ね、はい、そうするとまあ3万3000円ぐらいのも買うと、もう3000円お買い物券で、そうですね、帰ってくるんで、はい、これはまあ、ね、それを次の会見に使っても、そうですね、他のものね、うん、買えますしね、はい、もうまとめ買いにもねもちろん大丈夫ですし、まあ、そう今おっしゃった通り、単価がねちょっとね冬物は高いですので、うん、まあ、この期間、まあ、どんどんね、うん、1000円分のギフト券レジから出てくると思いますので、はい、ぜひこのお得な期間を利用して、お買い物いただければなと思います。お願いします。さあ、それではこのフェアのね注目商品について伺っていきたいと思うんですけども、はい、まずはこの画像にも出てる商品ですね、ウェアの方、ね、あの画像出てますけども、ナンガの去年のタイプなんですけども、はいはいはい、オーロラライトダウン、オーロラ、あ、防水透湿の、そうです、はい、それが今年まあリニューアルされてるんですけども、新商品がね出てるんですけども、はいはい、その旧タイプ、あ、去年のモデル、はい、で、まあ、お値段で言うとですね、あれ昨年7万7000円のものが、はい、50% オフ。 50% なんですか、すごいですね。 50% オフで3万8500円税込みです、ね、おでこれね、はい、今年の商品でも、はい、オーロラライトダウンってあるんですけど、うん、もちろん物は変わってるんですけども、はい、今9万5000円以上になっちゃってるんですよ。あ、なかなか高価な値上がり、そうですね、すごいんだ。なので実質、まあ、今年のと比べるともう 50% 以上の、3分の1とも言えなくない、そうですね、すごいね、9万か3万って感じですよね。なのでまあお店で見ると今年のやつもね、あるんで、もう値段の差をね、今7万7000円の定価見て、はいはい、あ、元が結構高いなと思ったんですけど、本当はもっと高いんですね。今年ねちょっと値上がりが多い、シーズンになってますけども、すごいっすね、まあ、通常これ初売りに出そうかなっていうものなんですけど、はいはい、そうですよね、もうウィンターフェアからもう寒くなってきたんで、はい、これ確定並んでます。結構ね種類もあって、メンズレディースあるんですよちゃんと、うん、おで色も3色かなありますんで、うん、お早めに行けば結構選べれます。サイズも結構ある。オーロラはね、キャンプのシュラフでもすごい人気ありますけど、そうですね、まあ、このダウンジャケットも人気ありますもんね。うん、これね、ナンガのジャケットのラインナップで見ると、はい、多分一番いいや
あ、一番いいですよ、ね、はい、すごい、あの、そうですね、ハイエンドのリミテッドモデルみたいなので、はい、一部10万円ぐらいちょっと超えるのもあるんですけど、うん、通常ラインナップだと一番ハイエンドのモデル、すごい、それが、これはね、50%、 今年以外もうありえない、なるほど、値段かな、うん、いや安い、なんか安いでしょう、うん、これはまああの店頭限りの商品になってますので、そうです、ね、ウェブではこれは買えない、買えないですね、じゃあリアル店舗来てくださる方のお買い得商品、まあもう先着というか、なるほど、はい、これさすがに 10% 還元はないですよね、もう、そうですね、まあこれ含むセール品は、うんうん、ポイントの対象外になりますので、まあ、限界値引きなんでちょっとポイントはね、うん、ちょっと、ただまあ半額はすごい、すごいですよね、もうウエスト4店舗店頭限定の、はい、大特価品と、大特価品ですね、なってますね、次行きましょうか、はい、あとは、まあ、雪もねついに降ってきましたし、うん、防寒シューズも、いや欲しいですよね、はい、用意してます、まあ、ここに掲載しているのは本当一部その代表格ですけど、コロンビアのサップランド、はい、これねテレビでも話題です、あ CM ね、うん、新潟中心にといいますか、うん、北海道でもね、去年人気で買えなかったですよね、12月の頭でそう完売しましたね、うん、今年はまだ在庫ありますか、買えますか、あの在庫ありますよ、じゃあ大体のラインナップまだ選べる、選べます、色もね、あと種類もあのサイドゴアとかね、まあいろいろあるんですよね、これ今ね、うん、代表的なもの1個出てます、そうなんですよ、ゴアのモデルも、あのミッドカットだったり、そうですよね、うん、まあそれ以外のモデルもいっぱいありますので、うん、ぜひ防寒シューズ、うん、あの見に来てください、これはまあ 10% 還元なんで、あもちろんです、例えば今これ2万2000円になってるんで、うん、2000円返ってくる、あそうですね、ちょうどこれ2000円、早速お得なやつですね、の券出ます、なるほど、はい、でキャンプの方は、はい、ちょっとね、あのここスペースの関係で1品しか出してないんですけど、はい、このね1品なんかひねり出せと言われて、うん、商品が、はい、秋冬物ですと限定コラボモデル、キャプテンステックコロナ石油ストーブ、こちらがね新商品なんですよ、おこれね三条の地元同士のコラボ で、はい、大変話題になりましたけども、うん、石油ストーブのもう定番メーカーコロナと、うん、キャンプ用品の定番ブランド、はい、キャプテンスタック、これはね、はい、どっちもね、どちらも三条のブランドで貸し近いんですよ、うん、ご近所なんですね、そう車で5分ぐらいのところにあって、ご近所コラボ、そして3年目のコラボなんですけど、これね今回は今までのね1年目2年目のモデルは元からあったコロナの SL51 っていうモデルを、うん、あの色変えたりとかして出したんですけど、今回はねコロナさんの方でも新開発の、ね、SZ32 っていうモデルで、はい、アウトドア向けにねコンパクトに作ったことがあります、待ってましたね、これね待望の、はい、これねコロナさんと同時発売なんですけど、うん、キャプテンスタックバージョンはオリジナルというか限定カラーのダークオリーブ、うん、ダークオリーブでね、はい、これもね店頭在庫入荷してますんで、うん、これもねあの3万円超えてますんで、まあ、3000円返ってきますんで、はい、これぜひ、ね、いいですね、お店チェックしてもらいます、かわいいっすよ、すごい、うん、ちっちゃくて、うんうん、これ待ってましたっていう感じの商品ですね、そうですね、はい、まあ、定番品はこんな感じで、そうですね、今ねいろいろご紹介いただいたんですけども、まあ、お店行くとまだまだたくさんね、うん、いっぱいあります、うん、まあ、キャンプ店のシュラフなんかすごい人気ありますしね、はい、はい、じゃあこのねウェブであの YouTube でご覧いただいてる方にも、まあ、気になる情報だと思いますけども、はい、この完全ウェブ受付の3大福袋、はい、福箱とございますけども、こちらについてちょっとこれも3年目ですかね、はい、そうですかね、3年目になりますか、3年目、そうですね、コロナにな、なった年からですので、うんうんうん、3回目になりますかね、そうですね、はい、これ今年のラインナップをちょっとね伺っていこうと思います、はい、はい、まずはウエアの方の福袋からお伺いしていきたいと思いますけれども、はい、この1種類目パタゴニアの福袋ですね、パタゴニアですか、これもまあ3回目になるんですけど、毎年やってましたっけ、やってました、あの、ね、初年度はパタゴニアとノースフェイスの、ね、あ、そうかそうかそうか、そういう年もありましたし、で今回ちょっと違うのはお申し込み結構こう殺到するんですけど、うん、人気でした、パタゴニアの福袋の抽選を先に募集をかけて、はいはい、でずらしてからウエスト始まります、なるほど、まあ、基本どちらか1種類を買うっていうような感じで同時スタートだったんですけど、あ、両方当選しないんでしたっけ、はい、そうなんですよ、なるほどなるほど、なのでパタゴニアもし漏れたっていう場合でももう一回チャンスか、もう一回チャンスか、なるほどなるほど、そういう風にしましたので、うん、はい、それいいですね、嬉しいですね、やっぱね、で物のご説明しますと、はい、まずパタゴニアの福袋の方はメンズだけですね、メンズのみ、はい、はい、US 規格になるので、はい、ちょっとね日本サイズよりも大きめになってますね、うん、僕なんか S でもちょっと大きいものありますね、そうですね、そうですよね、うん、はい、で価格は 33,000 円になります、おお、
抽選受付が12月1日から12月の7日まで始まってますね。もうね、もう今期間中だ と、 いうことです、ね。はい、この期間に抽選申し込みしていただきまして、うん、で抽選自体発送は12月の11日以降の予定になってます。すぐ手に入りますねこれね。そうですね、全然余裕で冬間に合っちゃうわけですね。クリスマスも間に合っちゃうと。はい、これ3万3000円で、はい、内容的にはどんな感じのやつがいくつぐらい、ね、まあ、言えないとは思うんですけど、まあ、まあ一応概要ね、まあ、一応高いから、うん、そうですね、僕らも分かんないから一応ちょっとさらっとね、あの、うん、おいくら分ぐらい入ってるのかなとか、あ、なるほど、何点入ってるのかな、あとアウター入ってるかなとか、やっぱり冬物が、まあ、そもそも入ってるかどうかとかもちょっとすぐね即戦力で使える道具なの、あの服なのかなっていうのも。そうですね、どうか冬物が入ってる。もちろんです、冬物です。冬物入ってる。これぐらい厳重な情報なんですね。なかなか教えてくれない。厳格にも管理されたんですね。ちょっと確かめていい、調べてくれる、はい、あ、すごい、なかなかあれですね、厳重な感じで管理されてますね。あ、電話かけてる。今そこで聞いてくれてますね、はい。ちなみにサイズはね、これ今パタゴニアのシャツなんですけど、僕167センチで、体重53キロぐらいかな、ちょっと痩せるんですけど、ちょっと大きいぐらいですよ、こうやって S で。リラックスで S はちょっと大きいかもしれないですね。170センチぐらいの人で、まあ、中肉だったら S でもいけちゃう。全部それにしたんだけど、だから結構 S が本当は需要高いサイズ感かなっていう感じも僕らはしますよね、普段から見てるとね、パタゴニア。そうですね、あ、帰ってきました、はい。さあさあさあ、どうでした。ですね、ほぼ色の違いあるんですけども、はいはい、内容は、まあ、アウター、イスマスって言って分かる人は分かるかもしれないですけど、おお、って何やつもあるでしょ。イスマスと、はい、とフリース、おー、フリースの2種類入ってる、それでも、まあ、ウェアでこうがっちり3点、ジャケットフリースが、はい、そうですね、まず入っている。あ、うん、でフリースの種類が2種類、うん、1個はって感じなんだ。そうですね、シンチラ。お、そこまで教えてくれるんですね。そうですね、スナップ、ここまでにしましょうか。あ、そうですね、あ、まあまあまあ、まあ、はい、が、まあ、もう1種類何ですか。はい、もう入って、あ、まあアウター、ミッドが2種入った。これでもうね、3万3000円優に超えてる風に ね感じますよね、うん、感じましたけど、はい、が、まあ、主なこんな感じで構成されてる。そうですね、なるほど、はい、じゃあまあ上物というか、そうですね、3点入ってると、はい、まあ、パタゴニア3点で3万3000円ならまあまあまあ、まあ、でも ねもう即戦力、今これから使えるもの入ってるってことは今分かったんで、ね、うん、ですね、はい、うん、聞き出してよかった、はい、いや、あの数も去年よりも多く、はい、ああ、嬉しいですね。じゃあ多少倍率の方もね、はい、そうですね、っていうようなパタゴニアの福袋、はい、ご用意してますので、これまたね人気になると思いますけど、はい、人気になりますね、まあ、これ抽選になるんで、はい、まあ、あの期間中申し込んでいただければ ね抽選にはエントリーできますんで、はい、ぜひともエントリーをお待ちしてます。お待ちしてます、はい、続きまして、はい、続いてウエストの福袋になりますね。今度はブランドの縛りなく、ウエストの、まあ、取扱い商品の中の福袋と、ね、はい、こちらが、まあ、パタゴニアの抽選が終わった後にもエントリーできるように、日付がずらしてるわけですね。はい、そうですね、抽選受付が12月12日から12月17日までのエントリーになって、抽選発送が12月の19日。お、まあ、これも全然クリスマスには間に合うと。そうですね、ですね、どちらも間に合いますの で、うん、でこちらの内容はウエストで通常扱っているブランドを各店でですね用意しましたので、いろいろアソートで入ってる。そうですね、うんうんうん、これっていうのじゃないんですけども、でこちらの方はメンズとレディースをご用意しています。値段もいくつか種類が。そうですね、はい、でメンズが5万円の福袋と2万円の福袋、うん、レディースは5万円と1万円、お、はい、まあ、2種類ずつご用意してますね、うん、でまた各サイズもあるということですね、はい、そうですね、いやこれもなかなか種類も豊富ですね。これもね、まあ、レディースの福袋が去年やらなかったはずなので、うん、確かメンズだけでしたからね、うん、そうですね、はい、なのでまたちょっと復活しましたし、おこれもなんかちょっと手がかりが、手がかり欲しい、やっぱそうですね、欲しいんですよ、ちょっとこれ手がかり難しくないですか、なんか気持ち、なんか参考までに手がかり、ま、基本やっぱり冬物を入れてますよ、うん、冬物ですね、まずね、うん、冬物で、それは嬉しいですね、旧品で本当お買い得な 50% 近いもの、ものによっては 50% 以上の、あ、じゃあ含めながら5万円の方は、はい、10万円ぐらい入ってるかもよ、あ、そうですね、2万円の方は4万円ぐらいっていう、はい、5万円の方は
はい、どんどん来ますよ。あの来ますね。5万円の方は数が多いのか、それとも元から高いやつが入ってるのか。なるほど。そうそうそう。物によるんだよ。いや物によるんですよ。本当にね、あの物によっては点数が例えば5点と6点のものがこうあったりします。そこはね、うん、ちょっと。あのしょうがない部分でご了承いただきたいんですけど、流れで言うと2万円の方は多分3点ぐらいなのかな、はい、2、3点なのかなっていう感じ。3点、 2はないな。3点は入ってる。3、4点だと思ってます。2万円をまず、はい、まあ、メンズの2万円だったら、はい、冬物がぐいぐいきますね。ガッチリきますよ。だいぶ深掘りします、ね、2万円のやつだったら、はい、メンズの2万円だったら、はい、冬物が3点ぐらい入っている。冬物、冬に使えるものですね。まあね、うんうん、あ、これ小物も含まれるわけですね。そうですね、はい、帽子とかも、物によっては本当に T シャツとかも含めてこうレイヤリングというか、うん、そういった T シャツ類も物によって入ってますよ、うん、あ、まあおまけじゃないけど、うん、そうですね、はい、入ってる。まあ、でも冬物がっちりで2万円、はいはいはい、なかなか厳しいとかあるんで、うん、はい、うん、かレディースも5万円か、うん、あるね、5万円、はい、そうですね、メンズ5万円気になるな。ぜひ。これはすごいでしょうね、これぜひちょっと、うん、なんだろう、なんかシェルっぽいのが一発入ってたりとか、まあ、ダウンとかも入ってくるわけですか、これ。いや、もうこれはバラバラです。あ、そうっすか。ごめんなさい、もう本当に金額的には、はい、まあまあ倍は、まあ、もちろんもちろん、そうですね、通常のうちでセールしますっていう値段よりも、うん、はい、さらにになってます、もちろん。じゃあ期待できますね。シーズン終わった時だいたいね 30% オフのセールしたりしますけど、うん、はい、それよりもお得にはもちろんしてますので。こんなもんでいいですかね。だいぶ い, しし、いや、もうだいぶもうえぐりましたよね、加藤さんのおかげで。だいぶね、はい、正体も暴かれたところで、じゃあそうです ね、はい、ですね、こんなもんしときますか、はい、まあ、パタゴニア福袋と、うん、我々ウエストのオリジナル福袋2種類、はい、今回はね、お申し込み期間分かれてるということで、はい、まあ、ぜひ最初パタゴニア福袋の方になりますけども、 そちらでね、もしちょっと当選したかったなっていう方でも、うん、こちらもまたねチャンスありますので、はい、まあ、ぜひともエントリーお待ちしてます。お待ちしてます。はい、では続いて、まあ、こちらもね、毎年恒例になりました、うん、キャプテンスタックの、はい、お得なセット私もございます、はい、福箱ですね、はい、こちらも抽選のエントリーが、このウィンターフェア期間となっております、はい、こちら抽選の受付期間がですね、先ほどご紹介したウエストの福袋と同じ期間になってまして、12月12日から12月17日、そして抽選発送が12月19日以降と入っております、はい、まあ、なのでこちらパタゴニア福袋ね、また終わってから、うん、はい、ウエスト福袋とですね、同じタイミングでごエントリーしていただけるということになります。そうですね。でこちらは今申し込み上限についてと書いてありますけども、この抽選対象すべての商品種類いっぱいありますけども、はい、それ各1種類に対して1回ずつエントリーができるということになるので、うん、まあ、どんだけでもね、エントリーはできると。今回11品ね出してますんで、うん、まあ、全部11品申し込みは可能です、はい、そうですね、はい、中身ね見たいですね。見てみますか。ちょっと数多いんでね、ちょっと全部はあれですけど、さらりとこう、そうですね、ささっと見てみますか。こちらはね、はい、中身の方もうラインナップ公開してます、ね、こちらバッチリ分かりますね、はい、値段も出てますね。ちょっとね簡単に見ていきましょうか。はい、はい、いきます。これ焚き火鍋セット、はい、これもね、つるつき鍋ね、ここ 1,2 年ですごいブレイクしていて、うん、これですね、吊るせるタイプのね、はいはい、昔ながらの木蓋がついてて、うん、これね、こう豚汁美味しいんですよ、これ作ると。これと、はい、三脚、四脚か、はい、吊るすタイプで、はい、メッシュのところで、ね、焚き火できる、うん、これだけでね、火を起こして料理できるってセットがあってます、ね、いいですね。こちらが7700円と、はい、こちらのですね。はい、続いて、お、これは人気商品ですか。もう定番ですよね、ド、うん、定番で、まあ、めちゃめちゃ人気あるオイルランタン、うん、はい、こちらにですね、キャプテンスタックのオイルランタンに純正のケースと、あとリフレクター傘ですね、リフレクター、はい、これね、これと会心がついて4400円と、はい、さっきのもそうなんですけど、メイン商材買うと、もうあとおまけついてくるぐらいの、まあ、実質的にはね、この値段ということはって考えていただくとね、これ本体も人気なんですけど、ケースもすごい売れたんですよ。そうですね、まあ、変な話、汎用サイズじゃないですけど、まあいろいろね使えるサイズでもあるので、うん、そうなんですよ、はい、これはね、去年も同じようなセット組んでて、これ多分ね一番人気だったんですよ。そうですよね、そんな気がする、うん、一番来ると思います。これご好評にお答えしてね、じゃあ今年もやってます、はい、お安いです、はい、いいですね。
あとはまあどんどん見ていって、はい、スキレットセットとか焚き火台スキレットですね、はい、これね、カバン長シェラカップセット、これちょっと挑戦枠ですねチャレンジャー、これ4つってことですか。そうです、4点セットです。で全部違うあの鹿番長柄になってますんで、これしかもちょっと見るとこれね、限定っていうかあれ普通売ってないやつですか。いや、限定品はね入れられなかったんだ。あ、そうそうそう、定番品なんすよ。あ、定番品の中からじゃあ4種類。そうなんすよ、今年ね、はい、あのキャプテンスワークのね鹿番長のあの限定ロゴが何回か ね、店頭でこう1万以上お買い上げするとついてくるってやつあったんですけど、はい、あれさすがに弾数なくて。あ、そっか。そう、これね組んでたね担当者がねそれ入れたかったんですけど、うん、ちょっとねできなかった。まあそこはさすがにということで、うん、でもねこれ新しいタイプですもんね、あのシェラカップの方も、うん、ステンのやつ。あとねブラックコートされたものもありますし、はい、これ初めて見ましたね、ブラックコート、うん、あの1個あたり今シェラカップ1200円ぐらいするんで、あ普通だったら結構ね1800円相当。なるほど、そうですねって考えるとまあお得ですよ ね、 やっぱね。お得です、単純に外れがないという感じで。シェラカップね何個あってもね、何個あってもいい、うんうん、この機会にね、うん、まとめて、はい、ぜひお願いします。あとこれもね新製品じゃないですか。そうなんですよね、うん、今年出たばっかりの商品で、はい、こっちのねステンレスのねあのちょうどフィットするここにフィットがね、ここにテーブルセット出てまして、これもね8800円なんでもうテーブルの値段でほぼほぼオリックついてるみたいな、うん、って考えるとお得ですよね。お得だね。次行きましょうか。あとウォームランタンスタンドセット、これスタンドもついてる。面白いですね。そうそうそう、ランタンとかスタンド付き。そう、あのカバーがねまたね柄がすごい綺麗なやつなんですよね。これ結構暗いとこでこう、ね、うん、手が込んでますね、これね。ウォームランタンはね、僕らもイベントで使ってるんですけど、うん、充電式でね、結構明るいっす。うん、ルーメンはね、200とか書いてあるんですけどね、それ以上に明るく感じて。これ面白いっすよね、このフックでかけられるし、ここマグネットになって、こうパカッと割れて、あの膜体のあの、あー、なるほど。挟んだりとかできる。生地の間にね。うん、これいいっすよ。面白いです。ケースもついてますしね。うんうん、お家でも楽しめるんです、はい、燻製鍋セットね。これね。これね、毎年地味にというかね。あの外せないぐらいの売れ方定番になってます。そう、定番な、ね、絶対あった方がいいやつ、うん、売れるんすよね。これ人気ですよ、あのスモーキングブロックとか本体が、ね、ついて、で受け皿とかサクラとミックスと、うん、あとトレイがついてきて、はい、これまあすぐできるんで。そうですね、うんうん、場所問わないというか家でもできます。ですけど、うん、やっぱこうお正月でだからかまぼこ余ったやつとか、なるほど、なんかそういう、なるほど、そこまで考えてくれてるんですね。そうそう、すぐいけるんで。さすが。あとやっぱ燻製はね冬場が、うん、気温が低い方がね美味しくできますんで、うん、なるほど、即戦力で。これもいやじゃあ寒いね、お正月にね、うん、ぜひとも3300円です。はい、大人なワイン晩酌セット、これね、これもね来ましたね。真空2層ですか、これは。そう、真空で、うん、これねワイン専用になってて、ワイン専用、うん、そう、ちょっとこうひょうたんみたいな形してるじゃないですか、はい、あれ、うん、こういうデザインの真空マグって他社でも出てるんですけど、うん、ちょっとキャプテンスタッグのやつはワイン専用に特殊開発されてるので、あの外側はこうやってラウンドしてても、中はね普通のあの寸胴みたいなものが内側入ってるものがあるんですよ、はい、内側までこうこの膨らみを出すのってすごく真空構造で難しくて、多分キャプテンスタックでしか出してないかもしれない。じゃあうちもこのシェイプになってるってことですか。そう、内側もそれがね他さんではなかなかできない構造で、今のところもしかすると独占かもしれないってやつで、でその膨らみがあることによってワインの香りがこう攪拌されて芳醇な香りになるってことで、なるほど、でワイン専用にしてるのはそういう理由があって、だからワイン晩酌セットって名前もついてるんですね。よそのワインの真空のものよりは、うん、この形の方では全然ものが、なるほど、美味しくね楽しめると。ね、これ上はチーズを、そうですね、カッティングボードと切ったりねサーブしたりするセット、ね、それこんな可愛いのあった。そう、可愛いのあるんですよ、実はあるんですよ。これもね、だってタンブラー2つ買えばもう値段これいっちゃうんで。そうですね、これね、そんな安いもんじゃないですからね、うん、ちょっとね、冬のね、クリスマスのワインを楽しむのは、うん、あー、いいですね。なるほど。でしょ、俺が選んだわけじゃないんだけど、これ違う子が選んだんですけど、ドヤ顔してる。そうですね、うん、よくできてますよね、これね、はいはい、お、これはタンブラー6色これね、買う方いたらすごい、僕もなんか会いに行きたいですね。嬉しい。6個同じコップですからね、これね。うん、これはね、これめちゃめちゃ軽いね。そうっすよ、タンブラーですよね、薄いし。カメさん顔赤くなってますけど攻めましたね。攻めてますよね、これね、コップ6個って ね、 ね、これ ね、 ちょっとね、まあ、家族でね、僕色を選んでもらって、まあ、構成父さん赤とね、うん、構成打ち合わせがあって、まあ、この福袋、福箱を制作するスタッフとちょっと 話し合わせたんですけど、うん、これやりたいと、
あ、強い希望で。ちょっと僕も一応監督する立場なんで、はい、どうなんですかこれは6個同じコップ買うってどうなの、はい、やっぱこれはね、なんかチャレンジ枠として、チャレンジ枠ね、うん、挑戦者求むって感じですね。これは趣味はあるのかな。まあ、でもこれもお得なわけですからね。値段的にはめっちゃお得ですよ、うん、はい、これねアルミでね、物自体もね新製品です。そうそうそう、今年のね、うん、新しい、いわゆるね、あのチューハイ飲むときにね、ああまあそうですね、この辺なるほど、ね、ちょっとね、そうなんですよ、結露してるぐらいがいいぐらいの感じですね。季節が季節なんで、まあ、確かにね、まあ、冬でもハイボール、うん、まあまあ、ね、飲みますから、うん、ガンガン飲むって方にはぜひ6人集まってもらってまあ、家族とあの来客者も来るじゃないですか、うん、そうっすね、うん、はい、ちょうどいいですよ。いや、いいですね、来る方これ、はい、おこれまたちょっと ね、 ワンランク上のメンバーですね。これね最高価格なんですけど、はい、4万4000円です、うん、でね、このブラックラベルのキャプテンスタッフのワンポールテント、これもね今年出たばっかりの商品、ね、テント入ってますね。これ定価が4万ぐらいするんですよ、うん、じゃあもう、ね、それだけでいっちゃってると。で、あとね、その2段のハンガー、うん、あれもね、人気があって、ギアハンガーですね、多分これもね、1万円前後で市場売価、おー、じゃあかなり、ね、もうこれでもう終わってるぐらいのやつなんですけど、うん、値段的には相当高いですね。これもまた新しいやつですか。これがね、うん、これがいいんすよ。おお、僕マジで買おうかと思ってるやつで、注目の、あの丸型のテーブルでワンポールをこうね分離してこう挟み込めるようになってる、うん、ここ穴開いてるんですよね、真ん中に、うん、パカッと開いてワンポールに、それだけだと、うん、結構あるんですよ世の中には。 あるんですか。でもこれ作れてるのが、はい、分離した側の、これ単品でやりたいですねこれね、紹介に本当にした方がいい。分離した側にも4本足ついてて全部で8本ついてるんですよ。あ、独立そうできるの、半分にしても4本足ついてるんで、片っぽだけ使ってもすんごい安定性あるんですよ。あ、そうか、他のやつはじゃあ単体だとちょっと3本ぐらいで構成してるのが多くて、うん、そうなんですか、結構こけるんですよ。へ、なるほど、ね、これは半分 の、 その半月型でも独立して使えるように、あ、4本足ついてる、うん、足ちゃんと4本ありますねこれね。あとはお得意の足半分にしてこう高さが調節、あ、そうですね、これねジョイントついてますけども、しゃぶ台というか、そうなんですよ。いや、さすがっすね。いいのがこれが、うん、1個低くして1個高くするとこう段差できるんですよ、うん、そうするとウォータータンクを置いてコップを置いてこうサーバーできるっていうのがあって、あ、そっか、あのバラバラでもできちゃう、そうなるほどね、ポールに沿わせてもできる、そう、もうお値段の特徴じゃなくてもうこれを紹介したいんですけどちょっとそれはそれでやってくださいよ、めちゃいいんですよね、あ、いいですね、いいですね、これは単品で売れそうですけど今の話でね、そうですね、で入ってね4万4千円ですから、あの、すごいですね。下は普通のコンテナオリコンなんで、はい、まあまあお荷物入れるんで、はい、うん、ちょっとブラックキャンプさん、ね、いいですね、すごいテーブルが熱いっす、テーブルが気になってしょうがないですけど、うん、ちょっと今度やりましょうかね、あれね、そうですね、はい、やってください。その辺、あ、あった、あ、ありますよ、これレビュー予定あるんでこれ今度ご紹介しますね。お、うん、やってください。この感じ、これもね、あったかい収録あります。これも値段お得っすね。これも定番ですよね、うん、これ去年あったかな、去年マットだったかな、なんかね、ちょっと種類は変わるかもしれないですけど、ね、あ、そうですね、そうですね、うん、シュラフもやっぱりね、冬はすごく需要が高いで、ね、うん、そうですね、このインナーシュラフも入って、うん、で本体入って9900円ということで、はい、これで、はい、以上ですかね、はい、10種類10種類。いやー、毎年ね、うん、内容も変わりますけど、すすきがないですね。そうですね。うん。バッチリと福袋と合わせて。あ、ぜひね、はい、うん。キャンプ用品の方もこちらね、はい、抽選受付申し込みお待ちしてます。お待ちしてます。はい。ではこの内容ね、盛りだくさんのウエスト、はい、ウィンターフェアですけども、はい、まあ、この12月1日から25日までの期間で、はい、各店でね開催しております。はい、ぜひともね、お近くの店舗、お運びください。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。